和田,田さんにとっての。見てきた中での格闘技のベストバウトって何ですか。か、うん、ベストバウトか。ベストバウトか。そうですね。荻窪広正バーサス岡崎光悦ですかね。<ー>はい。それはどういった点が。それは。まあ、本当。また、ちょっとファミリー的な話になっちゃうんですけど。松屋さんの一番弟子の松屋さんが巻いたシュート。当時はフェザー級っていう名前だったんですけど。 そのベルトを松江さんが巻いてから初めて津谷さんのところに取り戻しに来るタイトルマッチで,でやっぱり松江さんが巻いてたベルトってやっぱうちのジムではでかくてでそれを荻窪さんが松江さんが巻いてたベルトを俺が取り返すっていうふうにして望んだ試合であの、まあ、今でも覚えてるんですけど裏に行かせてもらって入場前後楽園ホールの入場の時に津谷さんが。 入場の前。試合がまだ始まってもないしまだ入場も始まってないのにつやさん泣いてたんですよ。で入場してで3ラウンドでバック直撃取ったんですよ。でもうみんな釣り輪道場の人たち泣いて喜んでてつ谷さんももちろん泣いてたし松江さんもすごいワンワン泣いててでなんかこんなに、まあ、格闘技人の試合でこの。 まあシュートのベルトっていうのでみんながここの底から喜んだり泣いたり笑ったりできるのってすごい素敵だなと思ってなんかそこは心震えましたねはいやっぱそれがベストマンと僕はそうですねはいあれはやっぱ生で現場でいてはいそれだけこう人を感動させるようなそうですねはいでまあほんと先生たちだったりあの先輩たちが これだけ人生かけてやってる競技なんだなっていうのはあの時すごく感じたのでその後の格闘技人生はあ、かなり多大な影響を受けましたね。